を交えて説明していきます、はい、まずは軸足を前、振り上げ足を後ろにして構えていただきます。この際に体の向きはしっかりと正面になるように意識してください。この向きがですね、ずれていると回転軸がずれてしまいます。まっすぐに正面を切ってください。はい、それでは上半身を倒しながら目線は手をつく位置を意識してついていきます。はい、ストップ。上体を倒しながら足を振り上げて手をつきます、手のつく向きがですね、しっかりと平行になるように意識しましょう。この手が外に向いたり中に楽しくなってしまったりしないように注意してください。はい、戻ってください。それでは回っていきましょう。はい、回転中にですね、倒立の時に使いました筋と背筋をしっかり締めて体がまっすぐになるように注意しながら、回転中の目線なんですけれども、両手の中心をしっかり意識しておいてください。マットをしっかりと見ることによって軸のブレ、恐怖心などから、解放されます。そちらだけ。はい、最後は着地の位置ですが、マットのラインなどを意識してしっかりと真後ろを向けて着地できたら成功です。